皆さんこんにちは。女性ピン芸人として一世を風靡し、バラエティ番組でも引っ張りだこだった山田邦子さん。そんな山田邦子さんの名前を検索すると干されたという文字が出てきます。今回は山田邦子さんが干されたとされた理由、そして元先輩の山田邦子さんを退社に追い込んだとされる有吉弘行さんの存在、結婚した夫は略奪婚だったという噂や子供がいない理由などを調査していきました。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。山田邦子さんを検索すると干された理由というのが出てきますね。確かに全盛期の山田邦子さんの露出から考えると、ほとんどテレビで見なくなったのも事実です。干された理由があったのでしょうか。調べてみました。1995年に昼の番組で山田邦子の幸せにしてようかスタートしたんですが、裏番組の笑っていいともを追い抜くことはできずに、山田邦子さんの露出方が原因ではと視聴率が低下したとされてバッシングを受けることになりました。 NHK の大河ドラマ八代将軍吉宗で吉宗の聖母助演員を演じたんですが、視聴者から違和感があるとのバッシングを受けて、さらなる人気低迷につながりました。最後のとどめが1995年に現在の旦那との恋愛スキャンダルが報道されました。略奪愛と言われたんです。お相手は9歳年上の放送作家である後藤志郎さん。後藤志郎さんは朝の情報番組やバラエティなど人気番組をいくつも制作する番組制作会社ゴッツダイナミックワールドの社長を務めています。有名なのは爆報、ザ・フライデー、 CD テレビ、朝ちゃん、モーニングサテライト、昼帯、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、明石家さんまチャンネルなど、ほとんどの方が知っている番組ですね。そんな後藤志郎さんと山田邦子さんの出会いや馴れ初めは何だったのでしょうか。山田邦子さんと後藤志郎さんの出会いについて公表されておらず、詳しくは分かりませんでした。おそらく売れっ子芸人と番組制作会社の社長なので、仕事関係で出会った可能性が高そうですね。そんなお二人の交際は1995年12月に不倫報道のスキャンダルによって明るみに出ました。なんと当時後藤志郎さんには妻と娘が一人いらっしゃったといいます。この時週刊誌に追い回されイラついていた山田邦子さんは、芸能リポーターの井上公造さんからの質問に対して「バカじゃないの、お前モテないだろ」と罵倒するシーンが放送されてしまい、世間から反感を買うことに。後藤志郎さんがいつ妻と離婚が成立したかは分かりませんが、山田邦子さんとは5年間交際同棲を経て2000年1月に入籍されたようです。プロポーズは山田邦子さんの逆プロポーズで、40歳の時に一人で式場に行き勝手に予約をしてきたことをテレビ番組で語っていました。山田邦子さんの結婚願望の強さがうかがえますね。なんと山田邦子さんと後藤志郎さんの結婚式の日に、前妻との娘、当時高校生が手首を切って自殺未遂をしたという情報もありました。しかし娘ではなく前妻が自殺したという話もあり、ネタ元も不明のため信憑性に欠ける情報です。他にも山田邦子さんはお嬢様学校に通っていたり、外泊が禁止などかなり厳しく育てられたそうです。もちろん山田邦子さんの父親は不倫から始まった交際のため結婚に猛反対。しかし挙式直前に父親は他界、山田邦子さんは49日も明けないうちに結婚式を強行したというエピソードも。結婚式をすることに執念を感じますね。山田邦子さんは過去1988年にも野沢直子さんの交際相手との略奪愛を週刊誌に書かれています。好きになると恋人や妻がいてもお構いなしなのか、周りが見えず突っ走ってしまうのでしょうか。不倫、罵声、略奪婚などが重なり、山田邦子さんは次第にメディアから姿を消したと言われています。そんな世間のバッシングなど気にもせず不倫によって射止めた山田邦子さん。しかし結婚を後悔しているようで、2016年のバイキングに出演した際に結婚生活について、もう飽きてる、
すごくたちの悪い人と結婚しちゃったから、若い人に乗り換えたいわからと冗談交じりに言っていました。他にも2017年12月11日のラジオ、柿花正あなたとハッピーでは、人生最大のしくじりは結婚、理想は未亡人になることと発言しています。その他にも北海道出身の後藤志郎さんと、味噌汁の具が合わない、北海道出身の後藤志郎さんとお墓が遠いという理由でした。略奪、父親の反対を押し切ってまで結婚したのに聞いた人は良い気はしないかもしれませんね。干された理由は、その他にも売れっ子時代にスタッフを罵倒したり、ひどい扱いをしていたとの噂もあります。その後スタッフがディレクターやプロデューサーになって山田邦子さんを干したというのも理由の一つに挙げられているようです。そんな性格の山田邦子さん、なんとお笑い界を引っ張る有吉弘行さんとも過去に衝突していました。芸能界において女性で唯一天下を取ったお笑いタレントと評された山田邦子さんですが、敵視する相手というのがかつての事務所の後輩芸人有吉弘行さんだと言います。その発端となったのは、2019年5月に騒動となった山田邦子さんの事務所独立問題です。山田邦子さんは39年間芸能事務所太田プロダクションに所属していましたが、事務所に対する不信感が原因とみられ独立騒動に発展。だがその一方で事務所残留への前向きな姿勢も示していました。その最中の同月、有吉弘行さんはラジオ有吉弘行のサンデーナイトドリーマーに生出演し、山田邦子さんの独立騒動に言及。有吉弘行さんは、山田はやめるな、悲しいな、今までありがとうございましたと発言しました。すると同月、舞台山田邦子の門の上演発表に出席した山田邦子さんが、有吉弘行さんの発言で騒動が大きくなった要因と指摘し、有吉が悪いのよ、あいつがラジオで事務所を辞めるとか言って、大した話じゃなかったのに有吉舞台に来なさいと呼びかけました。これを受け有吉弘行さんは同月、同番組の冒頭で本当に山田邦子だけは本当にと切り出し、いろんなスタッフからさ結構言われてましたねって何って言ったら、いや邦子さんが何か有吉が悪いんだって、ワイドショーでやってましたよ、めちゃめちゃ言ってましたよと、スタッフから山田邦子さんが敵視していると忠告を受けたと明かしました。これに有吉弘行さんは、何をってこっちだって腹立ってるからね、なんでだよ、てめえがブログで何かしみったれた惨めったらしい書き方したんだろ、スタッフが来ないわなんつってどうしたもんかしらみたいな、だから俺らが心配して声かけてやってんだろ、てめえこの野郎、それなのになんで有吉が悪いんだよと怒りをぶちまけたのです。とはいえ、今回の山田邦子さんとの一連のやり取りを結果的には笑いにしていた有吉弘行さんですが、山田邦子さんは翌6月事務所を退社しました。この理由について、山田邦子さんは、もともとお笑いの事務所だったのがだんだん芸事を重視しなくなってきて、そこに違和感はありましたと、同年8月のニュースサイトニューポスト7のインタビューで明かしています。一方で2020年6月発売の女性自身のインタビューで、山田邦子さんは大嫌いな芸能人ベスト5に有吉弘行さんを挙げ、私が太田プロを辞めるときに根性なしと噛みついてきたと理由を説明。続けて、そんなことをお前に言われる筋合いはないんだよって今でも思っていますと怨念を口にしました。そして11日、有吉は同番組で M1 の新審査員に決定した山田邦子さんについて、私は特に申すこともございませんと発言。さらに、歯にたくあんが挟まったような言い方はしてませんからとにやつき、同日のニュースサイトトースポウェブでは、有吉が発言を躊躇した相手は山田と示唆しました。16日放送のラジオ、トロサーモンの冠ラジオ枠買ってもらった
でもお笑い芸人中山浩太さんが山田邦子さんの退所は有吉弘行さんの苦言が原因だったと掘り返し、両者の因縁に再び注目が集まりましたね。ちなみに山田邦子さんと夫の後藤志郎さんの間には子供はいません。2000年に結婚した山田邦子さんの年齢は40歳でした。高齢出産とは言われていますが、自然妊娠ができないわけではありません。2人がお子さんを望んでいたかは不明ですが、前妻との間に娘さんがいたことも原因の一つだったのかもしれません。他にも山田邦子さんが当時47歳だった2007年に最終警告、たけしの本当は怖い家庭の医学スペシャルに出演した際に乳がんが発覚。番組内で自分でチェックする方法を行い、違和感を感じたといいます。その後検診をして乳がんと診断されました。最終的に乳がんは左右の胸に3つ見つかり、2度の手術を受けます。乳がんは10年再発しなければ寛解や完治と考えられるそうですが、山田邦子さんは15年経っても再発の恐怖があると話されていました。乳がんが子供がいない直接の原因かは公表されていませんが、再発の恐怖を考えると子供は諦めてしまった可能性が高そうですね。最後に14本あったレギュラー番組も続々終了している山田邦子さん、その人生についてインタビューが上がっていました。一世を風靡した邦ちゃんブームが終了、山田邦子さんにとって苦い思い出が残った。番組終了直後から追い打ちをかけるようにレギュラー番組は視聴率が取れなくなりました。ブームが終わったということでしょうね。そりゃそうですよ。裏番組にも出演するような状態でしたから、あんなに出過ぎていたら飽きられて当然です。同時にバッシング報道も目立つようになり、身に覚えのない不倫報道に見舞われることもあったそうで、ハワイロケの手配をしてくれたりした知人男性ですね。それでハワイまで取材に来たのがレポーターの井上光三。仲が良かったから偉いね、ハワイまで来てという気持ちで直撃する彼に、バカじゃないの、お前モテないだろうって答えたんです。しかしその罵倒ぶりが報じられ、山田邦子は何様だと強烈なバッシング。8年続いた NHK の好きなタレント調査女性好感度1位の座も、97年には6位、98年には14位と急落したのでした。世の中では山田邦子は終わったと言われましたが、私には自信がありました。その後 NHK の好感度調査は組織票が支配するようになり、廃止に。8年連続第1位の記録は生涯抜かれることはなくなりました。私は良いスタッフや友達に恵まれ、妙な団体にも何も所属していないし、このままいい芸をしていればまたいつかブームが来るって思っていました。それに忙しすぎてできていなかったことができるようになるって前向きに捉えられたんです。車の免許を取り家族旅行にも行った。現在は名取となり弟子も取っている。長唄を習い始めたのもこの時期です。忙しかった時は恋愛もボロボロ、冬の寒い時期に失恋し道端で泣き崩れて、偶然通りかかった行きつけの寿司店の若い子がコートをかけてくれたことも、あれは恥ずかしかった笑。その後結婚し、その中で乳がんが見つかった山田邦子さん、がんになって180度とまではいかないけど強くなれたし、その分人に優しくなれました。困っている人がいたら支えになりたいって思えるようになったのは、私も人から支えられたからでしょう。当時がんを我がことのように心配してくれたのは事務所の後輩の上島竜兵さんだった。竜ちゃんはすごく優しくて、がんに関しても私が大丈夫だって言っているのに大丈夫って電話してきて、ご飯をご馳走してくれるんですね。まさか竜ちゃんが先に行ってしまうとは。このところかつて番組を盛り上げてくれた仲間が立て続けに亡くなり、いかに影響を与えてくれたのかを実感するという。渡辺徹は俳優からバラエティ番組に進出して、初めての仕事が私の番組で、最初は何もできなくて邪魔だったけど、半年もしないうちにボケる私に
無言でビンタをできるくらいに成長。俳優バカで亡くなるギリギリまで舞台に穴を開けずにやりきる、そのプロ根性に影響を受けました。笑福亭笑瓶さんは山田邦子さんのほとんどのレギュラー番組で共演していました。ずっと一緒で現場から自宅まで笑瓶ちゃんの車で送ってもらうこともあったから、週刊誌にベンツに乗る謎のおかっぱ男性と熱愛と報じられたり、笑瓶さんは誰にでも優しく、スタジオの隅にポツンと一人でいる人を見つけると、どうした、大丈夫かと声をかけていたそうです。私の機嫌が悪くて楽屋でふて寝していると、もうすぐ本番やでって入ってきて、今日はメイクのしょうちゃんやと私の顔にメイクを始めるんです。それがおかしくて思わず笑ってしまうと、じゃあ立とうかってスタジオに連れ出してくれて、しょうへいちゃんのような優しさは私には欠けていたから学ぶものが多かった。だからお葬式で必ず天国に行くんだよってお別れしたんです。次々と芸能界でお世話になった人たちが亡くなる中、レギュラーも立て続けに消え、あまりテレビで日の目を見ることがなくなった山田邦子さん。しかし現在ではお弟子さんもおり、 YouTube チャンネルもそれなりに好評のようです。いかがでしたでしょうか。今回は山田邦子さんが芸能界を干された理由、略奪婚や乳がんにより子供を断念したなどを調査していきました。一世を風靡する中でテレビでの演出が世間との間にズレを起こし、現在は裏方として活躍しているようですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。